手作りチキンヌードルスープチキンスープはチキンブイヨンを用いて作られるスープである。鶏を使ったスープは世界各地に存在し、具は地域によって異なる。アメリカ合衆国では一般的に鶏肉の切り身、人参、玉ねぎ、セロリから作られ塩と胡椒で味をつける。鶏卵をつなぎとしたエッグヌードルという麺が入るとチキンヌードルスープと呼ばれる。調理しやすく。 比較的安く、栄養に富み、消化しやすいため、病人食や、風邪やインフルエンザの民間療法として、伝統的に用いられ、俗に、ユダヤ人のペニシリンとも呼ばれる。多くのヨーロッパ系アメリカ人の袋の味の一つで、ある。1881ハウスホールドサイクロープディアは、チキンブイオンの作り方について、一下のように説明している。上質な柔らかい鶏肉を選び、 細部まできれいにし、4分割して、水 2800cc、米あるいは脂白丸麦に大さじ2杯、食塩少々とともに、スープ鍋に入れる。弱火で煮込み、アクは取り除く。アクが出来たところで鶏肉を皿に取り出し、パセリを2枚分かけ、溶かしバターをかけて食べる。スープは、糖製の蓋付き深皿に入れ、温かいままテーブルへ運ぶ。 ネブラスカ大学医療センターの呼吸器病学教授のスティーブン・レナードとそのチームによる研究により、伝統的なチキンスープに含まれる特有な栄養素とビタミンの組み合わせが一部の白血球の活動を抑えることができることがわかり、この民間伝承には科学的な根拠があることが示された。下熱鎮痛効果があるとされ、仮説ながらも症状の緩和につながるとされる。 博士らの研究は科学雑誌チェスト2000年10月号1150から1157ページにチキンスープインヒビッツニュートラフィルキーモタキサスインビトロの題で掲載された。しかしこれはコントロールドテストではなくチキンスープがこれらの症状に最も良い料理であるという証明ではない。温かいスープを飲むことによって鼻詰まりが改善し症状の緩和につながるということも考えられる。 ありがとうございます。